前回バッティングセンターでゲームをした結果、後輩の岸本舞、三浦由香と一緒にご飯に行き、みんなで3000円分のお食事をご馳走することになったハイジー。1人1000円くらい食べれるということで、今日はとんかつ和光さんにお邪魔しております。あ、うまそう。お食材1600円。え、これいいね。ちょっと待って、あざみ、あざみ、え、これ1人1000円くらいで食えるんじゃないんだ。和光大好きなんですよ。1000円くらいでいけるって言うからさ、来たのに。いや、美味しそう。いや、大抵超えてんじゃん。1400円。エビもある、エビもある。花子読み、はい、ああ。おいしい、ついてる。これはいいですね。いいですね。ヒレカツ、おろし、おろしがいい。え、おろし、なるべく消化がいいやつ、いいです。みんなで3000円だと思ったんです。そうです、おろしヒレカツ食べたい。おろしヒレカツ2個だったら3000円だよね。俺も食うんだけど、じゃあ俺これにするから、ロースカツ5で。はい、来ましたね。これロースカツ、ご飯、味噌汁、キャベツ、おかわり自由ですから、もうこれいくらでもいけます。ありがとうございます。はい、舞さんはすごいすごいですね。アイス、アイスですよ。おろしめちゃくちゃすごいじゃん。これすごいですよ。うわ、おいしそう。おろしだけでも食べれそう。おろしだけで食べれるの。私おろし、おろし、いや、お肉と食べたい。これ綺麗だもんね、これ。うまい。これおいしいですよ。嬉しいです。三浦さんは、私は花子よりです。カニクリームコロッケと、カニクリームコロッケではないです。本当ですか。すみません。切りコツですから、ね、こっちカニクリームコロッケ。そういうことですね。エビフライ。写真では確かに。だからエビ以外全部見た目一緒だからしょうがないですね。もうこれ。茶色いんでしょ。ソースでいきましょう。うわー。トン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 。茶色の山になりました、はい、これずるいっしょ。ずるいっしょ。これやばいよ。さっぱり。一口でいけるかな。一口ヒレカツだけは一口でいかなきゃ。いったね。うん、ヒレカツですか。衣がザクザクで、ね、肉はジューシーでね、揚げ方がお上手で、ね、ちょっと米おかわりとかしたいんですけど、なんか肉がうますぎて、うん、もうこのなんか肉だけで2切れほとんどいっちゃってるから、ペース配分もこっから大変だよ。ちょっとかじって、うん、お米もうまいからね。ね、お返しにします。すごいね。おいしくて、からし豆乳ですね。はい、からしソースに、うわー、こりゃうまい。いや、うましいよ。うまいよ。しいですね。撫でとこうかな、米を。やっぱからしだな。うまっ。からしバージョンむちゃくちゃうまいよ。ね。最初のカツ 2,3 枚もったいないことした。うまいでしょ、からしのソース。いや、めちゃめちゃ美味しいです。初めて食べました。マジでうまい。あ、トロチもすっきり。結構いってるね。エビにもつけてるもんね。はい、ソースの旨味が増しちゃってるみたいな。あ、そうそうそう。この和光さんのね、からしが。今度は味噌汁おかわり。あ、そうですね。味噌汁おかわりって。一番打ってねえくせに一番食ってんじゃん。本当だ、ゼロっすよね、先輩。ね、ゼロアンダーで何で一番食ってんの。美味しくて止まらない。